古代の東部スラブ人文化であるザルビンチ文化と西部スラブ人文化であるプシェボルスク文化との大まかな位置関係。ザルビンチ文化は前3から2世紀頃から1世紀頃にプシェボルスク文化の東方、現在のウクライナ北部からベラルーシ南部にかけてのいわゆるドニエプル川上流地方に繁栄した文化。名称は ウクライナのチェルカー水州ザルービネチ村で発見された遺跡にちなむ南方のチェルニャコボ文化の系統の地方文化が拡大してくる3世紀まで続いたその基本的な内容はプシェボルスク文化と非常に似通っておりプシェボルスク文化の東方版ともいえその地理的範囲と河川等の名称からスラブ人の文化であることが推定されている月帯人や サルマタイ人のステップ地帯の文化、さらには、ネウロイ人の森林地帯の文化の影響が見られる。500ほどの集落や墓地が発掘されている。集落は防御の措置が全く取られていない。開けたものもあれば、丘の上に作られた上様々な防御の仕掛けがある、ものもある。校舎は、東方からイラン系遊牧民のサルマタイ人がやってきて、村を荒らすようになった結果、地元の人々が、 自らの生命や財産を守るために、丘の上の小城祭に移り住むようになったと推測される。一つの集落は、それぞれ12から16平方メートル程度の小規模な、家々10から15個ほどから構成されている。初期から大規模な混合農業を中心とした経済で、小麦、大麦、ライ麦、雑穀一般、遠藤豆、レンズ豆、鞘豆一般、麻、 アマなどを栽培していた。周囲の自然には豊かな動物性が見られ、人々は農業の他に盛んに狩猟をし、獲物の皮を交易品として、すぐ南方の国海沿岸の都市群で売っていたようで、ある。この経済構造は、ザルビンチ文化の前のチェルノレス文化時代からこの同じ地域一帯に見られている。仮想の習慣があり、初期は地面に掘った穴に、 直接異界を埋めていたようであるが、後に骨壺を用いることが一般化した。ありがとうございます。